宇宙の謎に満ちた夜空を見上げたとき、私たちは自らの存在の意味について考えずにはいられません。数多くの星々はまるで私たちに語りかけているかのようです。そして私たちは科学の力を借りて宇宙の神秘に迫ろうとしてきました。しかしその探求の過程で、ある奇妙な数字が物理学者たちを悩ませ続けていることをご存知でしょうか。それは微細構造定数です。微細構造定数は約137分の1という値を持ち、電磁相互作用の強さを表しています。そしてこの数字は量子力学の方程式に頻繁に登場するのです。微細構造定数は一体何を意味しているのでしょうか。なぜこの数字が自然界に現れるのでしょうか。科学者たちは長年この謎に魅了され続けてきました。なぜなら微細構造定数が私たちの宇宙の本質に迫る鍵となる可能性を秘めているからです。今回の動画ではこの奇跡の数字137について迫っていきます。最後までお付き合いください。微細構造定数の発見は1920年代に遡ります。当時物理学者のアーノルド・ゾンマーフェルトは水素原子のスペクトル線を詳しく研究していました。スペクトル線とは原子が光を吸収したり放出したりするときに現れる特定の波長の光のことです。研究していくうちにゾンマーフェルトは理論上のスペクトル線の位置と実際に観測されるスペクトル線の位置がわずかにずれていることに気づきました。このずれを説明するために彼は相対論的な効果を考慮に入れた計算を行いました。その結果ずれの大きさがある定数に依存していることが明らかになったのです。この定数こそが微細構造定数でした。微細構造定数はその後の量子力学の発展において重要な役割を果たすことになります。量子力学では電子などの粒子は波動関数と呼ばれる数学的な関数で記述されます。そしてこの波動関数はシュレーディンガー方程式と呼ばれる方程式に従って時間的に変化します。ところがシュレーディンガー方程式だけではスペクトル線のズレを説明することができませんでした。そこで登場したのがディラック方程式です。ディラック方程式は特殊相対性理論とシュレーディンガー方程式を統合した方程式であり、電子のスピンなどの効果を考慮に入れて考えます。そして驚くべきことにディラック方程式には自然な形で微細構造定数が現れるのです。つまり微細構造定数は量子力学の基礎方程式に組み込まれているということです。このことは微細構造定数が単なる経験的な定数ではなく自然界の根本法則に関わる基本定数であることを示唆しています。そして微細構造定数はその後も物理学者たちを魅了し続けてきました。理論物理学者のリチャード・ファインマンは微細構造定数について次のように述べています。もし宇宙を創造する神がいるとしたら、彼が決めなければならない最も重要な数字は微細構造定数だろうと。またポール・ディラックは微細構造定数を神の数と呼び、もし神が微細構造定数の値を少し変えていたら、私たちの宇宙は全く別のものになっていただろうと述べています。それではなぜ物理学者たちがこの微細構造定数にこんなにも魅了されるのでしょうか。それは微細構造定数が自然界のあらゆる現象に現れるからです。それはまるで宇宙の隅々にまで浸透している見えない糸のようです。例えば電子の磁気モーメントは微細構造定数の影響を受けます。電子は自転によって生じる小さな磁石のような性質を持っており、これを磁気モーメントと言います。この磁気モーメントの大きさは理論的にはちょうど1になるはずでした。しかし実際の値は約 1.00116 といった具合にわずかに1からずれているのです。つまり電子の磁気モーメントは真空中の電磁場との相互作用によってわずかに変化しているのです。そしてその変化の大きさが微細構造定数の値によって決まっているのです。また水素原子のエネルギー順位にも微細構造定数が関係しています。原子の中の電子は特定のエネルギーの状態でのみ存在できるのですが、これらのエネルギーの状態をエネルギー順位と呼びます。
そして水素原子の電子は原子核の周りを離散的なエネルギー順位で運動しています。このエネルギー順位の間隔は電子の質量と電気素量、そしてプランク定数という3つの基本定数によって決まります。ところが実際のエネルギー順位はこの単純な計算から予想されるものとは少し異なっているのです。それは電子が原子核の周りを回るとき、電子自身が作る磁場と相互作用するためです。この相互作用の強さが微細構造定数に依存しているのです。その結果各エネルギー順位は微細構造定数の2乗に比例する量だけシフトします。さらに微細構造定数は電子と光子の相互作用の強さを決める定数でもあります。量子電磁力学では電子間の力は電子が光子を交換することによって伝えられると考えます。この光子の交換確率が微細構造定数の値に比例するのです。つまり微細構造定数は電子が他の電子とどのくらい強く相互作用するかを決める非常に重要なパラメータなのです。内容が難しかったかもしれませんね。簡単にまとめると微細構造定数の値が変われば原子や分子の性質が大きく変化してしまい、私たちが存在する世界がなかったかもしれないということです。事実微細構造定数の値は私たちの宇宙の成り立ちにとって極めて重要な意味を持っています。もし微細構造定数の値が現在の値からほんの数パーセントでもずれていたら、宇宙の姿は全く違ったものになっていたかもしれないのです。例えばもし微細構造定数の値が現在よりも 4% ほど大きかったら、星の中での核融合反応が大きく変化していたでしょう。その結果炭素などの重元素が十分に作られず、私たちのような生命体は存在できなかったかもしれません。逆にもし微細構造定数の値が 0.1% ほど小さかったら、陽子が崩壊してしまう可能性があります。陽子は原子核を構成する粒子の一つで、水素原子の原子核そのものでもあります。もし陽子が崩壊してしまえば原子は存在できず、私たちの知っている物質世界は成立しないでしょう。このように微細構造定数の値は宇宙に生命が存在するための適温領域を決めているのです。そのことを物理学者のポール・ディラックは次のように表現しました。もし神が微細構造定数の値を決めるとしたら、それは単に美的な理由からではなく、むしろ宇宙に生命が生まれるように設計するためだろう。しかし、なぜ微細構造定数の値が約137分の1なのか、その理由は誰にも分かっていません。物理学者たちはこの謎に魅了され、その意味を探り続けてきました。理論物理学者のアーサー・エディントンは、微細構造定数の値を純粋に数学的な考察から導き出そうとしました。彼は微細構造定数が数学的に重要な数である137と関係があると考えたのです。エディントンは137が魔法の数であると信じていました。137は原子番号の最大値であるとされており、またカバラ数秘術では137は創造の数と呼ばれていました。エディントンはこれらの数秘術的な意味と微細構造定数の根が近いことに深い意味があると考えたのです。しかしエディントンの理論は結局のところ成功しませんでした。彼が導き出した微細構造定数の値は実際の値とは少し異なっていたのです。エディントンが導き出した値は136分の1でした。一方当時の実験で測定された微細構造定数の値は約 137.036 分の1だったのです。両者の違いはわずか 0.8%、 非常に近い数字でしたが、この小さな誤差が結果に大きく影響するのです。それでもエディントンの試みは微細構造定数の謎に挑んだ先駆的な業績として今でも記憶されています。物理学者のマックス・ボルンは微細構造定数について次のように述べています。もし私が神にこの世界について一つだけ質問できるとしたら、私はなぜ微細構造定数の値が137分の1なのかと尋ねるだろう。その答えの中に宇宙の理解への鍵があると思うからだ。また物理学者のリチャード・ファインマンは微細構造定数の謎について次のように語っています。微細構造定数は物理学における最大の謎の一つだ。もし
その値が神によって選ばれたとしたら、神はなぜそれを選んだのか、私たちにはまだわからない。このように、微細構造定数の謎は、物理学者たちを魅了し続けてきました。それは、単なる数値の問題ではなく、宇宙の根本法則に関わる深遠な謎なのです。ここまで、微細構造定数の不思議な性質について見てきました。それは、自然界の様々な現象に現れ、宇宙の成り立ちに深く関わっています。そして、その値が約137分の1であることは、物理学者たちにとって大きな謎となっています。微細構造定数は、まるで宇宙の設計図に記された魔法の数字のように、電子の磁気モーメントや水素原子のエネルギー順位、そして量子電磁力学における相互作用の強さを巧みに調整しているのです。また、その値は、宇宙に生命が存在するための条件をも定めているようです。エディントンは数学的な美しさに、ボルンは宇宙の理解への鍵を、そしてファインマンは神の選択の謎を、微細構造定数に見出そうとしました。しかし、微細構造定数の謎は、未だに解明されていません。それは私たちの宇宙観を根底から覆すような、深遠な意味を持っているのかもしれません。さて、ここで一つの大きな問いが浮かび上がります。微細構造定数の謎は、私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。それは、宇宙の本質的な性質や、生命の存在意義とは何なのか、といった究極の問いに関わっているのかもしれません。次に、微細構造定数の意義について、さらに掘り下げて考えていきたいと思います。数学的な美しさ、宇宙論、そして生命の起源など、様々な観点から、この謎に迫ってみましょう。先ほども説明した通り、微細構造定数は、単なる数値ではありません。それは、自然界の美しい構造と深く関わっているのです。例えば、微細構造定数は、黄金比と呼ばれる美しい比率と関連があります。黄金比とは、2つの量の比が、全体と大きい方の量の比に等しくなるような比のことです。この黄金比は、約 1.618 であり、自然界の至るところに現れます。花びらの数、巻貝の螺旋、そして銀河の渦巻きなど、自然界の多くの構造が黄金比に基づいているのです。そして、この黄金比と微細構造定数の逆数である137が密接な関係にあることが知られています。数学者のラルフ・ネルソン・エリオットは、フィボナッチ数列と黄金比を用いて、株式市場の変動を予測するエリオット波動理論を提唱しました。彼は、市場の変動が黄金比に基づく一定のパターンを示すと考えたのです。興味深いことに、エリオットが発見した波動パターンの中に、137という数字が頻繁に現れるのです。これは、微細構造定数と黄金比の関係を示唆するものかもしれません。また、137は、円の中に描くことのできる最大の正多角形の辺の数でもあります。正137角形は、ほぼ完全な円になるのです。この事実は、微細構造定数が、幾何学的な美しさとも関係していることを示しています。このように、微細構造定数は、自然界の美しい構造と密接に関わっているのです。それは、宇宙の根本法則に、何か微的な原理が働いていることを示唆しているのかもしれません。さらに、微細構造定数は、人間原理とも関係があります。人間原理とは、宇宙の物理法則や定数が、知的生命体の存在を可能にするように調整されているという考え方です。もし、微細構造定数の値が現在の値から大きくずれていたら、星の中で炭素が合成されなかったり、原子が不安定になったりして、生命の存在が困難になっていたでしょう。つまり、微細構造定数の値は、宇宙に生命が存在するための必要条件の一つなのです。この事実は、宇宙が知的生命体の存在を意図して設計されたのではないか、という疑問を呼び起こします。宇宙は、偶然の産物なのでしょうか。それとも、何かの目的を持って創造されたのでしょうか。この問いは、宇宙シミュレーション仮説とも、関係があります。この仮説は、私たちの宇宙が、高度な文明によって、コンピュータ上で行われているシミュレーションである、という考え方です。もし、
宇宙がシミュレーションだとしたら、微細構造定数はそのシミュレーションのパラメータの一つかもしれません。つまり、微細構造定数の値は宇宙を設計したプログラマーが選んだ値なのかもしれないのです。この仮説は科学的に検証することが難しく、現時点では思考実験の域を出ません。しかし、もし宇宙がシミュレーションだとしたら、微細構造定数の値はそのシミュレーションの目的を反映しているはずです。例えば、もし宇宙が生命の発生と進化を研究するためのシミュレーションだとしたら、微細構造定数の値は生命が存在可能な範囲に設定されているかもしれません。あるいは、もし宇宙が何か別の目的のためのシミュレーションだとしたら、微細構造定数の値はその目的に適するように選ばれているかもしれません。いずれにせよ、宇宙シミュレーション仮説は微細構造定数の謎に新しい視点を与えてくれます。それは、宇宙の物理法則や定数が偶然ではなく、何らかの意図によって設定された可能性を示唆しているのです。また、微細構造定数は地球外知的生命体とのコミュニケーションにも利用できるかもしれません。宇宙のどこかに知的生命体が存在するとしたら、彼らも物理法則に従っているはずです。そして、彼らの宇宙にも微細構造定数が存在しているかもしれません。もし、私たちが彼らにメッセージを送るとしたら、微細構造定数を使うことができる可能性があります。例えば、素数で137を表現し、それを電波に乗せて宇宙空間に送信するのです。宇宙のどこかで、知的生命体がその信号を受信したとしましょう。彼らは、137が素数であることから、それが自然発生的なノイズではなく、知的生命体からのメッセージであると推測するかもしれません。そして、もし彼らが微細構造定数について知っていたら、彼らはそのメッセージが物理法則に基づいていることを理解するでしょう。これは、宇宙の異なる文明間で、物理法則を共通言語として利用する可能性を秘めています。このように、微細構造定数は、地球外知的生命体との交信にも役立つ可能性があります。それは、宇宙の異なる文明を結びつける、普遍的な定数なのかもしれません。しかし、微細構造定数の謎を完全に解明するためには、私たちはもっと深く理解する必要があるでしょう。それは、物理学の究極の目標である、統一理論の確立です。統一理論とは、自然界のすべての力を、単一の枠組みで説明しようとする理論です。現在、物理学では、重力を記述する一般相対性理論と、その他の力を記述する量子力学が別々に存在しています。統一理論は、これらを一つの理論に統合しようとするものです。もし、統一理論が完成したら、微細構造定数の値も、理論から導き出せるようになるかもしれません。そうなれば、微細構造定数の謎は解明されることになります。しかし、統一理論の確立は、容易ではありません。それは、現代物理学の最大の難問の一つなのです。超紐理論やループ量子重力理論など、有力な候補はいくつかありますが、未だ実験的な検証には至っていません。もしかすると、微細構造定数の値が、統一理論の構築に向けた重要な手がかりを与えてくれているのかも。いずれにせよ、微細構造定数の謎は、私たちに深遠な問いを投げかけています。宇宙の美しさや生命の起源、そして物理法則の統一性など、科学の根本的な問題に関わっているのです。微細構造定数は、私たちに宇宙の真理を垣間見せてくれる、神秘の扉です。その扉を開くためには、私たちはまだまだ長い道のりを歩まなければなりません。しかし、その旅の先にはきっと、私たちをワクワクさせる驚くべき発見が待っているはずです。微細構造定数の謎は、科学者たちの知的好奇心に絶え間なく火をつけ続けています。それはまるで永遠の灯火のように、物理学の世界を照らし続けているのです。そして科学者たちは、この不思議な数字に魅了され、その意味を探り続けています。彼らは、実験や理論、そして直感を頼りに、微細構造定数の謎に挑み続けているのです。例えば、物理学者のジョン・シュウォルツは、超紐理論を用いて微細構造定数の値を説明しようとしました。彼は、
11次元の時空間におけるストリングの振動が微細構造定数の値を決定しているのではないかと考えたのです。また物理学者のアンドレイリンでは宇宙の初期条件から微細構造定数の値を導き出そうとしています。彼はインフレーション理論と量子重力理論を組み合わせることで微細構造定数の値を予測できるのではないかと考えているのです。このように科学者たちは様々なアプローチから微細構造定数の謎に迫ろうとしています。彼らは数学の美しさに導かれ物理法則の統一性を信じ、そして直感の力を信頼しながらこの不思議な数字の意味を探り続けているのです。しかし科学者の努力とは裏腹に微細構造定数の謎は簡単には明かされそうにありません。137という奇跡の数字はその謎ゆえに科学者たちを引きつけてやみません。それはまるで宇宙からのメッセージのように私たちに語りかけているのです。真理を探求する者よ、この数字の意味を解き明かせ。そこには宇宙の根源的な原理が隠されているはずだ。科学者たちはこの呼びかけに応えるべく137という数字に秘められた真理を探求する旅に出発します。彼らは未知なる地平を目指して知性の限りを尽くして進んでいくのです。微細構造定数の謎は私たちを宇宙の真理へと誘う一つの道しるべなのかもしれません。科学者たちはその道しるべに導かれ新たな発見と理解へと歩みを進めるでしょう。さてここまで微細構造定数の不思議な世界を覗いてきました。この小さな数字がいかに大きな意味を持っているかを感じていただけたでしょうか。しかしこの物語はまだ終わりではありません。微細構造定数の謎は私たち一人一人に問いかけているのです。あなたはこの宇宙をどのように理解するのか、あなたにとって生命の意味とは何なのか。科学者たちは微細構造定数の謎を解くことでこの問いに答えようとしています。しかしその答えは科学者だけのものではありません。私たち一人一人が微細構造定数について考え自分なりの意見を持つことが大切なのです。そうすることで私たちは科学者たちの挑戦と探求の物語に参加することができるのです。微細構造定数は私たちに宇宙の神秘を教えてくれます。そしてその神秘は私たち自身の存在の意味にも関わっているのかもしれません。さああなたも微細構造定数の不思議な世界に飛び込んでみませんか。きっと新たな発見と驚きが待っているはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。